あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康事アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井康二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。 さあ、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地4日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、前の日と比べ286ドル50セント安い3、33127ドル74セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は58.93ポイント下がって、万 1> 1, でした一方、円相場は1ドル134円20銭付近で取引されております、えー。アメリカの地方銀行の信用不安が拭えず、景気が減速するとの懸念から4日続落となったということであります。では、この時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理がアフリカ歴訪で成果を強調。 アフリカを歴訪中の岸田総理大臣は4日、モザンビークの首都マプトで記者会見しました。ロシアがウクライナに侵略する中、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持する重要性を強調。力による一方的な現状変更の試みは、世界のどこであっても認められないことを各国と確認したと述べ、成果を強調しております。 えー、この大型連休中、4月29日からエジプト、ガーナ、ケニア、モザンビークと4か国を歴訪していらっしゃいます。まあ、G7 サミットに向けてということでありますが、この一連の外岸田外交というものは、どうご覧になりますかいやあのこれはいいと思いますよ、やっぱりあのもう、えー、G7 だけでですね、はい、物事が解決する時代ではないし、G20 でもそうですし、うんそういう意味では、ですねいいタイミングで、はい、あの岸田さんは、 これはやりたいと言ったってやれるんじゃないですかんね、えー。ですからそういう意味では、えー、今回こうやってあのゴールデンウィークね みんな大体、揶揄されるわけですよ、すね、今回もいろいろ各大臣とかね、はい、誰がどこ行ってるのかよく分かんないぐらい、なんかこう、世界地図にこう大臣とかね、幹部の顔がこう重ねてあらすねあ合わせられてるような記事がね、最初、あのゴールデンウィークの最初にありましたけど、うん、そういう状況の中で、また税金無駄遣いして、外遊して遊んでんじゃないかみたいな話にはなってない、やっぱり議長国としていろんな意味で根、ねはい、回しをしているし、まあ、実際、それは有効だと思うんです。うん、だそういうい意味ではあの まあ、いわゆるグローバルサウスという問題もそうだし、はいあの、今回、特にモザンビークだったら、やっぱり資源外交的な側面もありますしね、うんまあ、そういうタイミングで議長国なさってで、ちゃんとそれをゴールデンウィーク使ってです、ね、ふ、まあ、普段日が当たらない、なかなか日本で待てきれないようなところをきちっと回られてるっていうのは、まあ、これはあの本当に連休中、飯田、うん、アナ、新庄アナ同様ですね、<laughs> お仕事してたられて <laughs> あの、私はそれはよかったなと思います。 うん、はい、まあね、どうしてもこの外交の季節というかね、タイミングであるので、そのニュースがい,といろいろ出てきますけど、まあ、あの記者会見の中では、やっぱりこう内政の部分というのもいろいろ聞かれてもいます、まああ、少子化の、ね、対策であったりとか、まあ、このあたりは後ほど取り上げますけれども、この帰ってくれば内政がまた動き出すというところ、はい、この辺はどうですかいや、これね、外遊の時必ずそうなんですよ。うんね、後の話もも出てくるかもしれないけど、はい 同行記者っていうのがいて、ですねこの人たちは必ずしも国際情勢に関心がある人たちじゃないんですよね、官邸クラブとかにいて、あるいは各大臣の記者会とかですね、あるいは平川と言われるような与党の番記者、例えば幹事長番とか政調会長番とかいるわけですよ、その人はインドネシアに行こうか、どこに行こうか、そこよりは国内政局で、で、幹事長どうなんですかと、ポスト岸田の動向どうなのかとか、解散どうなのかと。 そういうことに非常に関心があるわけですよね,そ,すねそれを聞きに来たわけですでしばしばですね外遊の時って やっっぱりちょっと気持ちがね、灰になるのか、緩むのか、はい、よくわかんないけど、へへ失言があったりですね、ちょっと普段だと言わないようなことを言っちゃうんですよ。なんでみんなそれじゃないっていうこともあって、高い旅費使って、ですね各社とも派遣するわけですね、中には、お前、ついてこないのかなんつって圧力かけるような人もいる <laughs> <ー>なんですよお前。派閥担当なのにみたいな、<え> <laughs> あんたのとこ出さなくていいの彼女みたいな、<laughs> なんで彼女かは別としてですね。<laughs> そんなことも あってですねで,ですから、そういう意味では、外交、もちろんそれぞれお仕事があってやられてますけど、はい、外交内政両面で、ですねこのゴールデンウィークと意外と政局が,上がったりすするんですよ、ね、うん、確かに、あのーね、結構、どこで海外なんか行った記者さんに聞くと、そういう時の方のこうが一、対一とか少人数でご飯食べたりとかっていうのは、いわゆる記者会見みたいなね、えー、よっぽどの日米首脳会談で大きいものがあれば、それは記者会見もやりますけど、うんそうじゃなければ、そんな記者会見とかプレゼント プレスリリースとかね、あのー、共同記者会見みたいなことはやらないですから、うんはい、むしろそうやって同行記者団とのこう懇談、懇談まあご飯食べながらみたいなことが。はい あの密になって、忙しいんだけれど、気分的にちょっと国内とは違う雰囲気になるんですね、まあ、それも含めて、このゴールデンウィークの外遊の時に、まに、どんな発言が出てくるかって面白はいところなんですね、まあ、意外と今回、幹事長なんかは、抑えめに発言しておられるんですけどね、はい、そうですね、えーまあ、茂木幹事長は、ね、結構連日、これ、ニュースになってますけど、少子化の財源だったりとか、あるいは解散についてとかね、えー、いつだって準備できてるよみたいな話をた。 そういう言い方をして、ちゃんとニュースに載るようにしてもらえるし、言、うん、ったからにはニュースにするぞみたいなところもね、解散についてね、あの総理のこの会見の中でも聞かれていて、今は考えていないと。はい 今のところとか今はっていう結構で、ね、そういうのが頭に付くとんっていうふうにみんな思っちゃう。だからねさせたい人とさせたくない人が今ちょっといろいろせめぎ合いをしてる感じですよね。 あと面白いのは、この韓国のね、はいあの、シャトル外交のね、<ー>これもやっぱりユン政権に代わって、ですね、はい、従来だったらどうしても敵対しがちだった韓国との、うん、ある種の連携が今、復活してきてるっていうのは、まあ、岸田さんのご努力もあるだろうけど、まあ、ちょっとうもん、うん、運もありますよね、正直言うとね。 確かにこのタイミングで、まあ、今までのムン・ジェイン政権からユン・ソンニョル政権に変わって、えー、でこっちも確実に岸田外交の成果というふうになるわけじゃないですか、それはまあ結果がすべてですからね、んどんな努力したとか、相手がどうだということは関係なく、まあ、だけど、こういういいじゃないですかね、こうやってあの炭火焼き肉とね、こっちはもうちょっと僕の年賀手って大好きですけど、もうちょっとうう居酒屋とかね、<ー>行ってほしいなって んあんなしゃもじみたいなロバタ焼きではなくてね、<ー>うん、トランプさんと、ね、<laughs> 安倍さんがそこでやったってのありましたね、なんかこう岸田さんらしい、うん、こういうところで、ねうん、意外と庶民の好感度って上がりますからね、お好み焼きとかですかね、それはあるかもしれませんね。一旦お知らせはちゃいまして、ニュース7時またぎ、掘り下げてまいります。 今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井孝二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ岸田さんの外交の話を中心に七時またぎの前半お話をいただきましたけれども、やっぱこの大型連休で、えー、紙面がね、えー、特集記事だとか、 で、埋まる中で、ここへ来て、読売だとか、朝日が、こう、岸田政権公みたいなああ、やってますね。ねコラムをいろいろ書いていて、どういう意思決定がされているんだとか、ね、えー、政策の進め方みたいなところを,を書いていますけれども、まあ、この岸田政権もね、もう発足してから間もなく2年になろうとすると。そうですね。ね、この10月で2年になるというところですけれども、あの、松井さん、全体をこうご覧になって、まあ、コロナ対策がね、 主だったったてところあるかもしれまませんがどうご覧になりますかあの、ね、やっぱり最初は非常に慎重だったですよね、で僕はコロナの時とても時批判的なことも申し上げましたけど、やっぱり非常にこう過敏な世論におもねる、はい、うような、まあ、僕は世論に忖度しているようなところがあると思いましたが、まあ、だけどやっぱり外交面で、今申し上げたような議長国であるとかです、ね、はい、日韓関係がまあ雪どけということになってきたとか。 やっぱり成果を上げてる、うん、あるいはその防衛費の問題、はい、あるいはその反撃能力の問題等々ですね、うん、その安倍政権がやり残した、あるいは安倍政権であればやっていたであろう、まあ、安倍・菅政権というべきかもしれない、うん、そういうところの最後の刈り取りみたいなのが、岸田政権のところに回ってきている。はい ですから、これはやっぱり歴史的に見てです、ね、あの意義のあることをいくつかやられてると思います、やっぱり防衛費、ある程度、今の状況でいうとね、はい、やらざるをえないっていうところもあるし、財政の問題どうするかとか、まあ、どこまでこれから岸田さんが本当にあ,のある程度、腹据えてやられるかっていうのは、要注意ですけれど、しかしまあまあ、あのじわじわとです、ね、岸田カラーが出てきている、まあ、新しい資本主義とか、本当にどういうふうに展開していくのかね、ちょっと今までは既存の政策 この寄せ集めですけど、はい、まあそういうところは注目点ですけど、まあまあ、あのー、上出来かなっていう声が、割と批判的な野党の中でも、本音の話をするとです、ね、<ー>悪くはないんだよね、実を言うとみたいな話が、まあ野党の中でも与党寄りの人たちから言うと出てきている。う あの世論を説得して、ですね厳しい判断も考えてもらうっていうようなことを努力をしているかっていうと、これは物足りないという声が、これはあの結構ですね、元の安倍政権の,あの中枢に近かったような人からですね、何やってんだと。 で、国民に語りかけてないじゃないかと。だから本当に少年性ってやってんのかっていう声が出てきてることは事実ですね。例えば、あの、燃料油価格激変、緩和の補助金ってあるんですけどね。あ,はい、あの、兆、ええ、円単位のお金を使ってるわけですよ。はい、これ、やっぱりね、本当にエネルギー政策を見てる人たちから言うと、う やっぱ国民的に言うと、この物価高っていうなんとかしなきゃいかんという気持ちはわかるけど、ええ、ちょっとコロナで高が外れちゃったんじゃないかと、うん、これもう、今も9月末までかな、はい、伸ばしてるけど、ずっと伸ばしてるわけですよ。うん、こういうことにお金を使う、兆円単位の、年額ベースで兆円単位のお金を使うということが本当にいいのかどうかっていうようなことについてです、ね、やっぱりあの厳しい声もあって、これは与党サイドの中にですね、はいうん、だから、あの本来の 法治会の伝統っってどうなったんだろううっていう意見は結構あります、ね、だからまあそういう意味で岸田さんはちょっとこれからね、ただじわじわと、これ、島田さんっていう側近の人の性格にもよっと思いますね。政務の秘書官です、ねはい。彼はものすごい仕事の虫のような人ですけど、ものすごい仕事する人ですけど、わりと今井さんっていうその前任者は、わりとこう腹くくって、はい、わもでですね、がんといくんですけど、島田さんこうもっと柔らかくて、受け止めながらじわじわ やれる人なんですねだからちょっとそこが見えてくる、まあ、それと、木原さんっていう、これは私が昔やってた副長官の、あ今あ、衆議院と参議院の違いありますけど、でも機能的にはすごく私は親近感を感じますけど、相当いろいろバッシングもある中でね、やや本質と違うことも含めて批判される中で、だけどこの。 木原さんと今井さんが、まあ、菅さん、賀来さんみたいに支えて、うん、あ、うん、あいやし礼、島田さんね、ええ、が、菅さん、賀来さんみたいに支えていて、これは、まあ、安倍政権とはちょっと違ったスタイルかなっていう、う安倍政権の場合、菅さん、今井さんって、これ、両方とも合腕なんですね、そうですねタイプの違う合腕が2人 2>、はいまあ、木原さんは合腕のところもあるかもしれないけど、ええ、やっぱりそれはちょっと違う。 この二人がどうこれから岸田さんの、じゃじゃに、徐々にこうやってる、カラーを出しているい、いくっていうところをやるか。うん 結構やっぱり政権へのね執着は強いと思うんですよ、あ力の岸田さんってねもうんです前も言いましたけどね、中学生から聞かれて、なんでそういう大臣になったって、いや、それだって権力が一番大きいだろうと言ったのが、これは僕は岸田さんの本質だと思って、やっぱり権力への執着がありますからね、のその中でどういう政策をこれから展開していくのか、ちょっと苦い薬も含めてね、ちゃんと国民に提示できるのかどうかっていうことがまあ注目点だと思いますね。 ニュース、しじまたぎでありました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。ロシア大統領府へのドローン攻撃、国内のパルチザンが実行か ロシアが主張する大統領府へのウクライナによるドローン無人機攻撃について、元ロシア国会議員のイリア・ポノマリョフ氏は、ロシア国内で抵抗運動を行う非正規の軍隊やゲリラ、いわゆるパルチザンが実行したとの見方を示しました。ポノマリョフ氏によりますと、ロシア国内のパルチザングループのメンバーは、通常若者や学生、都市の住人で、 およそ40の都市でパルチザン活動が展開されているということですまあこのね、えー、ドローン攻撃いい、まあ、攻撃だったのかどうなのかということも含めてですが、なかなかかさんまだいやこれはもう私はね、まあ、専門の,あのコメンテーターの方がいらっしゃるから、ぜひ伺いたいぐらいですけどね。 ロシアによる、ねはい、あの自作自演説が当初からあります、ええはいで、アメリカの戦争研究所でしたっけ、はい、なんかもそういう見解を示していることぐらいは知ってますけど、まあそれはそれとして、まあ、確かにあるかもしれない、戦意、コブでね、えええー、むしろこれを機下として。はいえー こうウクライナに対する侵攻をさらに強めるという、うん、だけれど、しかしそれは同時にもろ刃の刃でね、ええ、そんなクレムリンの,その防空体制ができてないのかっていう、そ,うですね、そこがこんな脆弱でよかったのか、大丈夫なのかっていう,、うん、こう不安もあうるわけで、そういう意です、ね、それがどうなのかな、はい、他方で本当にウクライナもいや、ひょっとしたらこの能力は、 過去のね、無人機に、ドローンによる攻撃から見てもね、そ,うですねそれは能力はあるのかなっていうふうには思えるけど、しかし、そんなことするかなという、もち、うんまあ、ろん否定はしてますし、そんな中でこういうパルティザンみたいな話がね、まあはい、第三の説として出てくるぐらい、まあえー、混沌としてるんでしょうけど、本当にそんなパルティザンっていうのは、こんな状況の中で、グレームリン上空でこんなもの飛ばせるぐらいの力とかある あるとしたら、またそれはそれで,そうですね国内のね、不安がと。なので、これ、それぞれ思惑もって言って、何が真実なのか、はあ、私にはその判断能力がないので、いやこれぜひあの来週ぐらいにはいらっしゃるんでしょうか、うん、軍事安全保障の専門家の方、その頃にはもう少し情報が出て,て、ね、出てきていてほしいですけどね。うんまあ、本当このウクライナ とねあのまあ、ロシアによるウクライナの侵略でロ、ウクライナの反転攻勢がいよいよ5月にはあるんじゃないかということも言われていて、で、このところは、あのウクライナの、ね、ゼレンスキー大統領がいろんなところに電撃訪問をしているうですね。そうですね。うんまあ、このあたり国際世論へのアピールといういや、そうでしょう。だから、まあ、そういう意味でもね、はいまあ、あんまりこうクレムリンにいきなり というふうには、えー、私は考えにくい、まあ、ゼレンスキーさん大統領ご本人も否定されてますけれど、ね、ような気はしますけど、まあ、しかし、なかなか長期戦になってきて大変ですね、あのここからい,いつ反転攻勢があるのか、はい、こうやって反転攻勢するぞ、するぞ、するぞと言い、えー、言うのは、まあ、これもまた心理戦なんでしょうね、<ー>いろんな意味で双方がどんな心理戦を仕掛けているのか。 まあこういうことをまああの私のような非専門家から見たらね、これがまあ近代のまあ,ある種の戦争であり、国際世論への訴えとか、あるいはそれぞれのこう心理的圧迫をどう加え続けるかとか、相手に対する軍の戦意をいかにそぎで、国内の その戦意をいかに駆り立てていくのかっていうようなことをやっぱり長期戦になってきてそれぞれ考えながら動いてるんだろうなと結局今回の話がどっちがどうなのかよくわからないけどそういう戦争ですよね、はい、だから本当に自分ごととして気になるのは、はい、本当にこれ例えば中国が台湾海峡で何かあった時に、はい、まあこれも意外と早いんじゃないかっていう説もある中で。 まさにこういうまあ一義的には中国と台湾の問題かもしれないけどそれはもう,もうイコールで日本にも飛び火する話ですよね日本がどう対応するか日米同盟の中でどう動くどういう機能を提供するのかっていうそうなった時にこういうその情報戦も含めてですねに日本も巻き込まれていく時に。 国内でこれ、本当に対応できるのかなということを考えると、うんうん、さっきの岸田政権がある程度、ですね昔でいう,う敵基地攻撃能力、うんまあ、反撃能力を整備するとか、はい、あるいは防衛費を少し足、えー、らざるを補うとかいうふうに、少し以前の日本に比べれば、これはまあ安倍。 政権のつの私は、あの、えぇ、仕事だったと思いますが、まあ、平和安全法制作ってですね、こんな、しかし、それだけではなかなか対応できない、日本国民の意識も含めてですね、これはやっぱりなかなか大変な緊迫した状況が東アジアでも起こることを考えてですね、どういう外交安全保障体制を作るかっていうのは、なかなか、いざこういうことが起こってしまうと大変だなと思いながら、私はまあこういうニュースを。 おね、聞いてますけれどね。まあこの大型連休ね、えー、入り口の5月3日憲法記念日だ。 でそこで、まあ、あの各社、ねえー、いろんな世論調査を行ったりもしていました、やっぱりこのウクライナの情勢とかを見ながら、えー、台湾のことなども頭に入れながら、じゃあ、憲法をどうするっていう話もお、まあね、調査によっていろんなことが出てきますけれども、なんかこのままじゃまずいんじゃないかみたいな,な、漠然としたこう一致点みたいなものが見えてくるような気もしますけれども、ね。そそううううでですね、まあ、憲法を、まあ、もう不満ののとい今も一部の人たちはそういう いう運動ね、五月三日もなさってましたしそれはそれであの言論の自由がありますから尊重すべきですけれどしかし、やっぱり不満の大転とやればやっぱりあのいざ災害起こった時の、はい、その国会機能ね、参議院の緊急集会だけで委ねていいのかってまあ、私、参議院議員でしたけど、ねうんはい、それは参議院の緊急集会って本当に次元的なものですよ。うんうん、それはあの選挙やってる。 期間にかっなもともと、はい、想定されてるのはそこですもんねですから、それやっぱりね、あのうん、普通の国でいろんな、要するにないようにしなければいけない、有事っていうのはね、だけど、あ、うん、ったときにどうするかっていうことを考えるのが政治なんで、はい、それはね、それを、護、ま、憲、あ、っていうその、平和主義を守るとかいうところの価値は、僕は、うん、それはあの大事な価値だと思いますけど、うん、やっぱ国家機能をどう、 あのきちんと発言させるかという意味ではです、ね、さあ今の憲法を不満の大典みたいに位置づけるというのは、ちょっとやっぱりさすがに時代遅れではないかなと思いますね。まあ、これはあの後半予定されている、ね、立憲民主討論、あるいは野党論のところでもちょっと申し上げたいことだけど、はい、やっぱりちゃんとあの与党に対して、政府・与党に対して違う対立軸を提示するのは野党の役割なんだけど、うん、なんか昔のような、その五憲っていう一つの五憲っつったって、 憲法にいろんな要素があるわけでね、うんはい、それを護憲、守るか、改憲かっていう軸はちょっとやっぱさすが古いと思いますよ、うんうん、でもねあの、会議に出ると議論が進んじゃうから、だからね、あんなこと言っちゃだめですよ、うん、やっぱりねそそ、そのこと自体を、その塹壕戦みたいなことをやるべきだという、うん、何のための塹壕戦やるのかって話ですよ。はい 時によっては、残後戦、大事だと思いますよ、えー、だけど、それはやっぱりその価値を示さないから、残念ながら、野党の一部はこう低迷してるわけですよ、まあ、それをまたこれでよくやったというようなね人もいるんで、これはこれでね、また内輪で、そういう,こう55年体制でよく頑張ってるとかいう、そういう、そういうことを言ってる人はねまあ元、はい、元、 M 新聞の,あの非常にえ江戸さんなんかと近い方がそういうことをおっしゃってるからまあ元気つけちゃうのかもしれませんけどまあそれはそれで局面的には使いながらもうちょっと違う論点をですね我々はこういう点を大事にするっていうことを深掘りして国民に定義しないとねなかなか野党は支持を広げられないと思いますねだから逆に言うと維新はそこは維新も僕はこれからね どんな価値をつけていくかということは、身を切るだけではね、身を切ってじゃあ、どうすんのっていう、はいそまあ、それはだから、徐々におっしゃってるんですよ、実は維新はね、教育の話なんか、ずいぶん前からあの、むしろ先取りする形で維新おっしゃってるから、まあ、関西で伸びてるっていうのは、実は、まあ、そういう面があるからなんですねで関西では実際、行政をやっていて、どういうことになるんだってい具体あの例えば公共交通のね、大阪メトロ、はい、の問題とかね。 あるいはあのー、やっぱり橋本さんが手をつけたという意味では、あの関区の改革とかですね、うはい、まあそういうのがね、あの大阪の人には見えてる。まあ、全国にはそれがまだ 必ずしも行き渡ってないから、これこれで維新はそれを全国展開して、全国的な政策でそれを打ち出していかないと、単に批判してるとか、あるいは是々非々で立憲民主党叩いてるというだけのイメージではだめなんで、恐、まあ、らく維新はそこを脱皮しようという意欲があって、今回、伸びたんじゃないかなと思うんですよね、地方選挙でね。まあ、その辺が、この、まあ、自民党に批判的でも建設的な議論してほしいよねっていう人たちの、まあ、受け皿になりつつそうなんですで岸田さんのいいところ はあんまりこう、はい。 を批判されないでしょだからそこは、安倍さんは時々、カッになると、国会でもファイティングポーズ取ってましたね。そういうとこあって、岸田さんはそこは上手にいなしてるから、日本人はね、あんまり批判する人は好きじゃない、昔はね、全共闘世代の人たちはね、なんかあると、すぐクリティカルシンキングだと言ってね、学生なんかにもね、とにかく批判精神が大事だっていうふうに言ってきて、だけど、ちょっとね、最近の若者にはそれが受けない。 うん続いて教えてニュースキーワードです報道の自由度日本は68位 国際 NGO 国境なき記者団は3日今年の報道の自由度ランキングを発表しました調査対象の180カ国地域のうち日本は去年の71位から順位を上げて68位となりましたが G7 主要7カ国の中で以前最下位だったということです えというところで、まあこのね報道の自由度っていうものを大きく報じられたりもしますが、まあ日本はあジャーナリストは政府に説明責任を負わせるという役割を十分に発揮できていないという批判があったということであります。うん、自由がないかというとそうかなというふうに思っちゃったりもしますが、<laughs> 自由がないというわけではないですよね。報道統制が行われているかっていうと、うんそんなことは あんまりないですよ、ね、うあの皆無かどうかは分かりませんけど、えー、だけどやっぱりこの記者クラブ制度あ<ー>まあこれは類似のものが他の国にないかと言われればそうでもないっていう話もあるんですけど、はい、なんとなくやっぱりこの 同調圧力っってていいうか、まあ、お互いにとって便利なな存在なんですよね、えー、例えば役所私の役所の経験でいうと、えー、そのプレスリリースを出してですね、えーえー、でこういう説明ですよっていうことを丁寧に教えるわけですね、えーえー、レクチャーするんですそうするとそれをまあ縦のものを横にするというふうにするとですね記事になるわけですで多くの場合そ,のそんなに記者さんとか社として、はい、あの持論があるわけでなければうそれをこう上手にこう縦横をこう縦横 組み替えるというので、はい、実を言うといろんな新聞社の記事が例えば「産経」から「朝日毎日」まで違うと言いますが、はい、多くのそんなにあの、えー、例えば外交安全保障とかいうようなことでないものについて言うと、うん、割と8割方は、まあ、その似たような行政の発表資料をの上に乗ってちょっとこうニュアンスがついてるぐらい。うんうん のものが多くて、はい、これは行政にとっても楽だし、えー、あのちゃんと説明を国民に対して、きちんと聞いてもらいたい。うん、で、あのクラブとしても楽なんですね。はい、だから、多くの場合、うん、そ、それにあの乗っかってしまうっていう,うところがあるわけです。えー、で、あのー。 記者会見ってありますよね。その記者クラブが主催するものなんですね。記者会見もかつて民主党政権の時に、まあ鳩山内閣の時実は高かったんですね。高かったけど、何が違うかっていうとですね。これは例えばいわゆるフリージャーネスト入れると、そうするとですね、も僕未だにあの光景を覚え忘れられませんけど、ブワっとね、三十人ぐらいの人が手を挙げたっていうあの総理の会見でね。で。 それがまあ他の国でいうと、普通の風景なんですその翻って、それでやっぱり結局、政権がマネージできなかったわけですよね、別にその記者クラブの解放の問題が直接的に原因じゃないですよ。うんはい、何事につけこう、うん シナリオを持ってきちんと統制するということができなかったで、それを見た安倍政権でやったことはですねかつての私が自民党政権で経験してたよりもあの統制が強くなってそういうの記者会見では基本的に事前に質問出すとこしか出ないという運用が行われてたんですよそれはやっぱりボロが出ないですよ全部要するに基本的に事前に質問があるから答弁書があるわけですよよく見ていただけばわかるんですけど安倍政権の時に安倍首相の答弁は結構 こうそれぞれあのプロンプター使ってますから、はい、必ずしも下は見てないんだけど<ー>読んでるんです随分、うん、こう滑らかに、はい、あのきちんと答弁ができてるんです、うん、だこれはある種の うん、統制というべきか分からないけど、コントロールですよね、同じことか、<laughs> 同じことかもしれませんが、<laughs> えー、あの英語と日本語の違いで、で非常に制御されているわけですね、はいあの、抑圧はしてはいないけれど、制御されている、えーで。これはやっぱり普通の国の国 あの首脳の記者会見とは全然違ってほとんど自由な質疑応答がピックアップされなくて次の公務がありますからって全部質問取れてるものに対する答弁をしてで総理はスッと帰っていくといまあここら辺の問題をどう捉えるかっていうことだと思います日本の記者クラブ制度 A キーワード報道の自由度についてでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ 補選全敗の立憲民主党について考える。4月23日に投開票が行われた衆参5つの補欠選挙。まあ、合わせて統一地方選も後半が行われましたが、えー、ここで衆参、えー、5つの補欠選挙では全て敗れてしまった立憲民主党。えー、今朝は民主党鳩山内閣時代に官房副長官も務められた松井浩二さんと一緒に、えー、立憲民主党について考えてまいります。 まあこれね先ほどのお,おはようニュースネットワークのゾーンでも少しお話ありましたけれども、この統一地方選なども含めて、えー、まずはどうご覧になりましたかそうですね、あの統一選挙はね、はい、実を言うと、立憲民主党はそれなりに前線にしたと思いますね。千葉と大分で、えー、結構際どい はい。勝負になりました。だから僕は思ってたよりは、当初思ってたよりは、あの、善戦したのかもしれません。うん、ただ、千葉の場合はですね、まあ野党は全然バラバラにでしかなかった。まあ校かね、そうんですね。はい。まあ、あの、大分はこれは逆に野党統一できて、しかも、旧社会党以来の非常に強い地盤がある地域で、しかしやっぱり最後のところは人押しがなかったということですよね。だからまあこれをすして ですね、いい戦いだったとっいうようなジャーナリストの方もいらっしゃるんですけど、うんうん、やっぱり僕はね、うん、あのここまで特に大分なんか本当は勝たなければいけない、うん、あの戦いで、あの正直言って自民党内部からです、ね、いろいろ候補者についてですね、あのはい、の選定とかね、うんうん、そういうことについていろいろ言う人もいたので、うんあの、自民党の中でも非常に厳しく捉える人もいた、それから千葉ももともとのその 経緯がですね、ええ、自民党の方の問題ですから、だからそういう意味では、あのでも絶好の機会をです、ね、これは取れなかったと、うん、やっぱり最後、伸びないっていうところがあって、やっぱり私はあの別に立憲民主党の批判をするというよりはです、ね、ちゃんと健全な野党を育ててもらわないと、はいあの、自民党政権もピリッとしないから、うんあの、いい野党が育ってほしいと思うんですが、その意味ではです、ね、やっぱりちょっとこの抵抗野党ではこれが限界。 ではないかなと思います。うんうん、だからやっぱり、もうちょっと泉健太さんは最初違うことを言ってたんだけど、はい、結局、あの、うん、入管法の改正のところもですね、はい、あの、修正協議をやってですね、えーえー、これはあの、元立憲のですね、山尾志織さんなんかも、うんはい、あの、与党の修正案についてですね、あの、割と高く評価をされるようなね、うん、第三者委員会を作るっていうことを、付、はい、属検討条項で入れるっていう、うん 結構思い切ったね、自民党、ああいうの嫌いなんですよ、うん、でそこは結構いろんな、はい、あのリベラルな人たちも評価するような案が出てきたのに、うん、乗らなかった、そうなんですよ、ではい、乗らないと結局、自民党はそれで撤回するわけですよ。うん、でどっちがいいかという問題があって、はい、まあ非常に例えば左、左、えー、5分の1の人の喝采を得るためには、 これ、中途半端なものを乗ったら、はい、逆に必ず批判されるんですよ、あの補完勢力だとか、あ<ー>優等だとか中途半端なところで妥協しやがってうだけど、妥協ってそういうもんなんですよ、うんうん、どこの国の政治でも。100%だったら、お互い1 0 0で勝ったら妥協になりませんから、はい、お互いが50-50とか、40-60とか、<ー>そういうところで妥協するから妥協、ね、痛み分けなんですね。だから 今回の話で言うと、非常に自民党は嫌がってるものを、とにかく不足検討条項でも載せられたのに、載らなかった。で、自民党は当然それを載らなかったら撤回するわけですよ。出したけど、載らないんだらしょうがないよねと言って、でも,うもうちょっと維新とかが言う、よりこう軽微な修正で結局通したと。だらここら辺の勝負感というか、あの、批判もしてもいいんだけど、ここはぜひ取りたいっていうところは取らないと、やっぱり何のための、 野党なのかっていうことは僕は問われて、うん、そこら辺がやっぱり結局、抵抗野党というところの殻を、はい、せっかく泉健太さんはそれを破ろうと言って出てきて、選ばれて、若い指導者が出てきたのに、うん、結局、党内の一部のうるさい、うんえー、左派勢力に、ものすごく気を遣ってる感じがする。はい、いや、気を遣うところもあってもいいんだけど、うん、やっぱりそれメリハリがあって、どっかはそれを説得して取るというところがないとですね、うん、やっぱり玉木さんと泉さんで見ると、 初代は小さいけど、玉木さんの方がま、まだ自分のカラーを出してる。随分出してるっていう感じですいこと言ってるというか。泉さんはちょっとそこはすごい遠慮して、いろんな、党内のいろんな人たちに遠慮、遠慮の塊。はい。あのね、居酒で遠慮の塊っていうのありますけど、ちょっとああいう感じがしちゃってですね、彼のせっかくのいいとこがここまで出ずに終わって、でも早くも泉おろしになってる。まあ、これがまた立憲民主党でね、はい。もちろん、その政権与党でそういう権力闘争があって、なんとかおろしって昔ね、 見下ろしっていうのも、まあ、ありました、ねうん。若い人にでも誰も知ってるんですか。四十、えー、<それ> <laughs> 歳で知す。<laughs> まあ、だけど、ね、そういう過去にいろいろね、なんとか下ろしって自民党もあるんですよ。そうそう田中派が、ね。そうそう,そう,もう引きずり下ろそうとして,っていう。そうそう,そうだけど、降りないみたいな。いうね、ここの粘着質、はい。 権力へのにはないんですよねだからもうちょっとしたたかに頑張って、そしてもうちょっと批判、行政監視もいいんだけど、やっぱりこれをやりたいって、こういう旗を立てて、これを取るためには妥協するよっていうところをね、そこは少しやっぱり国民民主党がね、僕はあのトリガー条項って結局できなかったし、あんなのが良かったのかどうか分かんないけれどしかし、やっぱりそれは給料上げるとか、ああいうガソリンの値段を下げるとか。 そういう目標を立てて、それを実現するんだっていうところをね、もうちょっとこう、理念的なところも含めて、立憲民主党は出してほしいし、逆に言うと、今、立憲民主党はちょっとそういう意味では、もう批判勢力に、この泉政権では、政権というか、泉体制ではそういうのに終わってるかもしれないけど。 逆に維新がですねあ<ー>あのそういう意味でもうちょっとポジティブなメッセージを出して、ですねどうしてもちょっと身を切る改革のメッセージだけが突出してる、うん、他にもいろいろおっしゃってるんですさっき言ったように、うん、あの教育の無償化とか、ですね、はい、あの結構いいこともやって。 おられるのでだから維新がもうちょっとポジティブな政策メッセージを作り上げて、うんうん、本当はそれとあの立憲の一部の人たちとか、はい、あるいは国民民主とかいうのが、こう、窮吾されてですね、現実的に改革を実現できるような政党を、しかも自民党がちょっと乗らないような話を、ね、対立軸として出していってほしいですね。うんうん、そうししないとなんか一方的に批判してる というイメージが強いもんですからね。リベラルサイドからしっかりこう政策も出して。 でまあ、お互い議論ができる土俵の上に乗ってっていう、まあ、そういうのを作っていかないと、結局、与党側も、じゃあもういいや、自分たちの案をどんどん押し通しちゃいみんなになっちゃうし、日本全体としてよろしくないせっかくちょっとちらっと、はね、今回あの、修正が出てもね、もう相手がもう殻に閉じこもってるんなら、はい、もう引っ込めちゃうよ、はい、っていうことになるんで、うん、それでは政治にならない、うん、結局、あれも、まあ、付帯決議だから、条文にも乗らなかったんじゃないかっていう批判はもちろん もちろん出ますけど、でもあそこに乗っけていれば、あれどうなったんですか、あれどうなったんですか、そうなんですよ、もう毎回質問ができるしと、うん、逆にプラグマティックに言えば、うんはい、それを実現することが目的でなくて、うん、それを自分はそういうことを主張する政党だというアピールを、いろんな機会で今、飯田さんおっしゃったように、はい、できるチャンスなわけですよ。ああ、2人に乗っけたのに、どうなってんだ、あれは、うん、ということを言い続けられるわけですで自分たちもそうやって、うん 与党側から政府・与党側から、一つのちょっと非自民党的なるものを引き出したっていう成果になるんで、ある意味ではさ確かにそのことだけで実現できないんですよ、政権交代しないと実現できないけれど、政権交代したらこういう政治を実現するんだというイメージを、その保守の人たちから言うと、ちょっと苦々しい話かもしれないけど、リベラルな人、中道の人たちから見ても、やっぱりちょっと今の。 うん、日本のです、ね、入国管理についてはや,ややおかしいんじゃないかと、やっぱりもうちょっとフェアに裁くような制度を作るべきじゃないかという,ようなことを言ってる人たちから見て、真ん中の人たちも含めて、われわれは自民党的な政治と違うよというイメージをです、ね、批判してるだけじゃないんだと、うん、いうものを出せるので、うん、そういう目をどうして潰しちゃうのかなと、私から見たら、あれ、松原仁さんが、いこんなもの、要するに、終席協議っていうのは、まあ、汗かいて、とにかく。うん あの百パ100%でなくても、その、うん、何らかの成果を取るのが修正協議なのに、何考えてんだっていうツイートしたのを、僕はちょっと思わずリツイートしてしまったんですけど、はいはい、松村さんのおっしゃってるのはま、まさにその通りだとで,、ねはい、でも、かつてその政権交代をした2009年て、あそこがこう非常に、ね、クローズアップされるけど、そこへ至るまでの例えば10年間ぐらいって、うこういう修正協議だとか、対案を出したりだとかっていうの、ええ、なんかそういうイメージもなんとなくおぼろげながらあるんですけど、そういうのを繰り返してたような気がしまさにあの 生きておられたあの戦国先生なんかが、僕なんか使ってもらいながらですね、国家公務員制度改革基本法のね、内閣辞任局もそうでした、公文書管理法で閣議なんかもちゃんと議事録を残しましょうなんてことを取ったのもそうでしたし、消費者参法っていうのがあって、こんなのは本当は福田内閣の,あの政策だったんですけど、例その消費者起点みたいなことは、これは民主党が言わなきゃいかんよって言って、修正協議に持ち込んで、修正を取ったんですね。また福田さんはそういういのを に対して柔軟だったんですね。んなんでまあちょっとおさくあの安倍さんと福田さんって同じ政和会でもあの。 経路が違っててですね、うん、福田さんそういうものに対して割と前向きだったもんですから、うんうん、大連立まで考えてた人そうですそうです、ね、だからそういう意味ではあの政権交代っていうのは単に自民党のそのそに対する批判だっ僕も8割はそうだと思うんですよ、うん、2009年の政権交代、うん、だけどやっぱりそれに向けて仕込んでたものがあったのはあったんですよ、うん、でそれはやっぱりそういうものそういうスタイルがあの国民の一部の人たちには分かった だから今はそういう仕込みがあまりにもなさすぎる、まあそれが野党の問題ですね、うん、まあぜひ野党が自身が体質を変えてほしいと思います、はいうんえー、スクープアップ、まあ、日本の政治全体のことをお話をいただきました。